ブレゲのトゥールビオンブレゲは、1775年に、アブラーン、ルイ・ブレゲがパリで創業した時計メーカーである。ブレゲの死後は、このアントワーヌ・ルイ・ブレゲ、孫のルイ・クレマン・ブレゲが工房を継承した。だが、ルイ・クレマンは、電気通信で成功を収め、電気事業に専念するため1870年に、自分の工房で働いていた、イギリスの時計師、 エドワード・ブラウンに工房を売却。その後ブラウン家が3代にわたって運営し、1970年にフランスの宝石在庫賞賞名が商標を買い取り、ダニエル・ロートラにより本格的に復興した。後にフランス資本の PPR が賞メごと買収した。PPR 参加時に賞メから独立し、1987年、サウジアラビア系投資会社インベストコープに 売却された。インベストコープ時代には、レマニアとの関係が密接になり、社屋も隣接した。インベストコープには、長期保有の意図がなく、LVMH やリシュモン、スウォッチグループへ売却を持ちかけた結果、スウォッチが1999年にレマニアとブレゲを買収した。現在も、スウォッチグループの一社である。スウォッチグループ下で順調に業績を回復し、 高級時計ブランドとして復活した。スウォッチグループ会長ニコラス・ジー・ハイエックが、ブレゲ社長も兼務し、現在もアブラーム・ルイ・ブレゲが手掛けた複雑時計の再現やシリコン製の部品など新技術開発にも取り組んでいる。1993年からは、ブレゲの7代目の子孫エマニュエル・ブレゲが参加し、ブレゲ歴史産研究員として、ブレゲ家及び、 会社の資料の管理にあたるとともに、パリバンドーム広場にあるブレゲ博物館の館長を務めている。広告で、ナポレオン・ボナパルト、フロム1798、A クライアント・オブ・ブレゲエースとナポレオン・ボナパルトが顧客であったことを歌っている。ブレゲとプズオ260奇跡の共演、発掘された彩色顕微の曲地、 クロノス2012年5月号ブレゲにムーブメントを下ろしていたレマニア高級時計ブランドエベルを所有していた。エベルの社長の投資による巨額欠損の担保として保有。ありがとうございます。